怖くない不思議な話をいろいろと。山の主、私の体験です。現在大学3年で、それは大学2年になってしばらくした時の話です。久しぶりに地元に帰り、家族に近況報告を済ませると、なんとなく昔よく遊んだ近所の山に行ってみたくなりました。外は少し寒かったこともあり、ウイスキーの酒瓶を片手に軽く飲みながら出かけました。山に入ると昔と何ら変わっていないことを確認できて非常に嬉しかったです。しばらくそうしてふらふら歩いていると、少し遠くの茂みから、こっちに来て飲まないかと誘う男の声が聞こえました。茂みの周りは薄く照らし出されていて、焚き火をしている様子でした。酔っていたのも手伝い、別に怪しいとも思わず茂みに行くと、男が一人で焚き火をしながら魚を焼いていました。ウイスキーを渡すと珍しがり、ずいぶん気に入ったらしく、私に魚を勧めながらいろんな昔話を話し出したのです。魚は美味しかったし、話も面白く、とても楽しかったのを覚えています。しばらくすると男は、そろそろ帰りなと言ったので、私はウイスキーの残りはあげると言い立ち上がりました。すると男は満面の笑顔で魚や山菜などをどっさりとくれました。その時になって初めて私は男の顔を見たのですが、目が一つしかありませんでした。しかし怖さは不思議と感じず、なぜ今まで気づかなかったのかもわかりません。その後、祖母に土産を渡し、その話をすると、それは山上で良いものに出会ったな、と笑っていました。私も、ああ、だから養子をあんなに気に入ったのか、と妙に納得してしまい、笑ってしまいました。またウイスキーを持って行ってみようと思います。湧き水。私の体験した話です。大学に入ってからのことです。春に高校の後輩たちや OB と中国山地のある山に行きました。その山は美味しい湧き水がある山で有名な山です。私は山の湧き水や清水を使ってお茶を入れるのが好きなので、それ用に少しだけ高い茶葉をいつも持っていました。登山の途中で水汲み場のようなところで湧き水を汲み、その日のキャンプ場へ向かいました。その夜は焚き火を囲んで OB 現役で賑やかに過ごしました。皆がテントに戻った後、私は焚き火のそばに残り、今日の湧き水を沸かしてお茶を飲むことにしました。コッヘルにお茶を入れて飲むと、とても美味しかったです。焚き火から少し離れた岩に腰掛けて、空を見ながら飲んでいると、隣に誰か腰掛けて私に話しかけてきました。何をしているんだ。私は聞き覚えのない声だなと思ったのですが、 OB かと思って、ああ、お茶を飲んでるんですと答えました。するとその声の主は、うまいのかと聞いてきました。
私は、うまいですよ。飲みますか?と聞くと、うん、と言うので、別のコッヘルにお茶を入れて戻ると、はい、とその人に渡しました。その人は一口飲むと、うん、うまいな、と言うので、でしょう。ここの湧き水使ったんですよ。水がいいんですよね。と言うと、そうか、そのはずだな、と少し嬉しそうに言うと、ごちそうさま、今度礼をするよ。そう言い残して立ち上がり、どこかに行きました。あ、コッヘル、と思いましたが、まあ、明日会うだろうと思い、そのまま、おやすみなさい、と言い、しばらく後に私もテントに戻りました。翌朝、朝食の時に昨日の人を探しましたが、同じような背格好、声の人はおらず、変だなぁと思いつつ、昨日の岩に行ってみると、コッヘルがありました。しかし、コッヘルには、タラの芽がたくさん入っています。他人のか?と思いましたが、私の名前が書いてあります。そういえば、礼がどうのって言ってたが、このことか。と思い、コッヘルを持って帰りました。その日の昼食に、早速タラの芽を食べましたが、湧き水に負けず劣らずの美味しさでした。山芋とおじさん。よくある話だけど、今から20年くらい前の実体験。小学校時代によくおかんに登山へ連れて行かれた。すこぶる健脚というより落ち着きがないアホガキだった自分は、親や一緒に登山に来ていた親の連れてきた同年代の子たちを置いて、突き進みまくっては分岐点でみんなを待つのを繰り返していた。どっかの山でもそうやって分岐点でぼんやり待ってたら、ザクザク足元から音がする。なんじゃろなって、ちょっとルートから段差のあった竹やぶを覗いたら、知らないおじさんが地面を掘ってた。アホガキだから当然竹やぶに入って、掘ってる横からえぐれた土を覗き込み、おじさん、なんかあんの?と声をかけたら、優しそうにこっちを見て、山芋、試しに掘ってみるか、なんてスコップを渡してくれた。よくわからんが、アホガキだから当然のように手伝う。知らないものは全部やりたがって喜ぶ性格は未だに進歩していない。細っちょろい芋一本の半分も掘れていない頃に、親が分岐点に着いたのか自分の名前を呼び出した。遊んでくれてありがとうとか何とか言ったら、でけえ山芋二本握らせてくれて、もっかい頭撫でられて、持って帰れって言われた。知らない大人に遊んでもらえた上に、頑張ったのが認めてもらえたことに大喜び、かっこ、いろいろ山の植物について聞きまくって、結局邪魔してるんだろうなって多少自覚があって、まさかもらえるとは夢にも思ってなかった。で、頭上に両手で芋を握りしめて振りまくって居場所をアピール。おかんがこっちに気づいてくれたから、おじさんにお礼を改まって言おうとしたら、掘った穴ごとおじさんが消えてた。ポカンとする自分、手には山芋。山芋持ち帰って
子供ながらに不可解なあらましをおかんに説明したら、神様の邪魔までしちゃダメやろと笑いながら怒られた。みんなで集まって、さっきまで自分がいた場所に全員で頭を下げて、自分は当時、かっこ自分にとってめちゃくちゃ貴重だった板チョコを半分も土に埋めて帰った。神様、アホガキの子守ありがとうございました。山のもの。やっぱり近くの山に山菜を取りに行った時のこと。その時に限って驚くほど山菜を見つけ、山頂付近に着く頃には大量の山菜を取ることができた。山頂付近の開けた場所の岩に腰掛けてタバコを一服する。いやー、ちょっと取りすぎたかな。思わぬ収穫にそう独り言を漏らすと、そうだなと耳元で低い男の声が聞こえた。ぎょっとして背後を振り返るが、もちろん誰もいない。お客さんは収穫した山菜の半分ほどを岩の前に置いて、すまんこって半分お返ししますわ、そう言って下山し無事帰宅したそうだ。怖くないんですかと俺がお客さんに尋ねると、喧嘩さえしなきゃ大丈夫だと言って、やっぱりケラケラ笑ってた。山神様。ガキの頃の話を一つ。うちの田舎は茨城の山の中で代々農家をしている。小学生の頃、夏休みになるといつも泊まりに行っていた。大学生のいとこたちが山の中腹にツリーハウスを作っていて、中は虫もあまり入ってこなくて木陰で涼しく、昼間はよくそこで昼寝などをしていた。ある日、いつものようにハウスで遊んでいて、屋根に登りたくなり、壁に足をかけて登っていたんだけど、足を滑らせて転落。高さは3メートル弱だったと思うんだが、落ち葉などでクッションになって大事には至らなかった。ただ落ちた時の衝撃で気が遠くなり意識を失っていた。気がついた時には意識が朦朧としていたが、なぜか山道を家に向かって下っている。鼻につく獣臭と真っ白な毛が目に入る。何かに運ばれているんだなと思ったが、怖さはなく、なぜか安心できてまた気を失ってしまった。次に気がつくと田舎の家で布団に寝かされていた。家族みんなで俺の顔を枕元でじっと見つめてて、気がつくとよかったねと。何でも田舎の納屋で頭から血を流して倒れていたそうだ。運ばれていたことを話すとじいちゃんが、それは山神様だと涙ぐんで話してくれた。その後、じいちゃんと親父が酒と収穫した野菜などを持って山の祠にお供えに行ったらしい。俺は頭部裂傷と手足打撲で済んだが動けず、完治してから祠にお礼に行ったよ。おしまい。思いを運ぶ猫。
8年連れ添った嫁に先立たれて早2年が経った。最近ようやく嫁の荷物を整理し始めたのだが、思い出が詰まりすぎてはかどらない。生前子供に恵まれなかったために猫を2匹飼ったのだが、この猫たちは嫁が大好きだった。くつろいでいる時も寝る時も常に嫁の横から離れなかったんだ。嫁がいなくなってからは大変だった。飯は食べない、トイレはしない。動物病院通いを余儀なくされていた。だが、ある日、2匹の猫が嫁の愛用していたソファーを見つめ、にゃーにゃーと鳴いたんだ。そしてぐるぐると喉を鳴らし始めた。俺はその光景を黙って見ていたんだが、突然猫たちの飯が入った瓶が倒れた。平らな場所に、しかも太くて高さのない瓶が、風もないのに。俺はなぜだかよくわからないが、飯をやらなきゃと思い、容器に飯を入れた。そうしたら猫たちは嬉しそうに飯をガツガツ食べ始め、その日から毎日ちゃんと食べるようになったんだ。今まで誰にも言えなかったのだが、あれは嫁が現れたんだよな。そう信じていいんだよな。ちっちゃい神様。うちのせがれが2歳半でようやく喋るようになったんだけど、実家に連れてくと、ちっちゃい神様いるのって誰もいないとこを指さして言うのよ。姿は見えないけど、母親と姉はなんか気配を感じることがあるらしい。俺は霊感全くないし、むしろそういうのに対してアンチだったんだけど、俺も嫁も息子に神様なんてワードは教えたことないし、おそらく神様っていう言葉の意味も理解していないと思う。だけど神様って言葉を知ってるってことは、多分見えてるちっちゃい神様が自分で神様だよって話しかけたからかもしれない。ちっちゃい神様はどんな服着てるの？って聞くと、虹色のキラキラしたやつで、ちゃんと形容もできてる。多分2歳児だから本当に見たものしか言い表せないと思うから、やっぱり本当にそういうのいるんだなと思って信じるようになった。ペットのウサギ。私はいろいろあって学校に行ってなかった。今ではバカじゃねえのとか、その時の自分のことを思う。毎日泣いて死ぬことばっか考えてた。誰も信じられなかった。すんげえ中二病だったんだよな。家族と会話しなかった。友達とも話さなかった。そんな私を見かねて、親が1匹のウサギを飼ってくれた。最初はどうせ死んじゃうんだからまた一人になるとか考えて拒否ってた。けどその子は一番最初に私に懐いて、私もだんだんその子が可愛くなってきて。私が自分の部屋で泣いていた時、違う部屋だから気づかないはずなのに、決まってケージかじってた。で、出してあげると背伸びして、体すり寄せて涙舐めてくれた。大事な子だった。この子は私のことを裏切らないとか思ってた。けど、やっぱり寿命でその子は死んだ。あの子が死んだ次の日、寝てたら、あれが起きた。
2011年3月11日14時46分頃、東北地方太平洋沖地震。私の住んでいる場所は甚大な被害があったところだった。ちょうどその日、私は家に一人で、地震も最初はそんなに大きいものでも長く続くものとも思ってなくて、むしろかと思ってた。でもいきなり頬に柔らかい感触があって、あの子のふわふわの毛の感触があって、まさかと思って飛び起きた。霊なんて信じてなかったのに、目の前にあの子がいた。つい名前を叫んで布団から出た瞬間、足元の大きくて重い本棚が倒れてきた。もう少し遅れてたら死んでたってびっくりするやら怖いやらで、ガクブルしてたらその子が廊下に飛び出して外に出てった。もう周りはいろいろなものが倒れてきてて、私はまだ埋めてなかったあの子の亡骸が入った段ボールひっつかんで裸足で外に出た。マンションの廊下にあの子がいて、まるで私についてこいっていうみたいに前を走って階段降りてった。必死にその子を追いかけてマンションの下まで降りた。マンションの人たちが大丈夫って近寄ってきた時にはもうあの子はいなかった。あの子が守ってくれたんだと思う。今でもあの時の不思議な暖かいふわふわの感じ覚えている。神様の道案内。これは俺の親父が小学生4年か5年かそこらの話。親父の実家の結構近くにとある神社があった。梅林が有名で結構格式高い神社らしい。親父の行ってた小学校は毎年全校生徒で遠足を行うのだが、その遠足ってのは神社を抜けた先にあるハイキングコースを登って山頂まで行くというものだった。引率の教師や他の生徒と共に親父も敷地を抜けてハイキングコースの入り口まで登ったのだが、急に腹痛がしたので隣の生徒に便所行ってくると言って、神社の入り口そばのトイレにまで戻った。親父にとって普段のハイキングコースは遊び場みたいなもので、よく家族や一人で山登りしていたし、もう何年も行っている遠足なのでルートを覚えていたから勝手に列を離れたのだとか。用を足してすっきりした親父は急いで後を追って山を登り始めた。どうせ30分もしないうちに合流できるだろうと親父は鷹をくくっていたのだが、なぜか1時間近く登っても合流できない。それどころか他の登山客や挙句鳥の声すらも聞こえない。前述の通り、何度も登っている山で何度も登っているルートだから間違えるはずはなく、仮に間違えても大体の道は覚えているからすぐに修正が効くはずだった。なのに進めば進むほど鬱蒼と木が茂ってきて、見覚えのない景色ばかり出てくる。その山は登山ルートがしっかり間伐されているので、木々に陰って薄暗い場所はほとんどないはずなのである。と親父が少々怖くなりながらも進んでいくと、少し開けた場所に出た。奥の方に何か見えたので親父はそのまま進んだ。そこにあったのは二つの古びた祠だった。とんでもないところに来てしまったと親父は急いで引き返した。だが引き返したはいいが、なぜか途中で分かれ道にぶつかった。確かに祠のところに行くまでは一本道だったというのに。
行く方向を迷っていると、ふと男の声が聞こえた。右に行け。親父が辺りを見渡すと誰もいない。だが気のせいかと思っていると、また右だと声が聞こえた。親父はその声を信用し右に進んだ。するとまたしても分かれ道であるとまた声が聞こえた。左に行きなさい。今度はさっきと違い女の声だった。父はまた信用して左へ進んだ。それから幾度か分かれ道にぶつかるたびに、男か女の声が聞こえ、親父を導いた。親父の感覚でだいたい1時間ほど歩いたとき、また目の前が開けてきた。今度は妙に眩しい。親父は開けた先に出た瞬間、落ちた。そこはハイキングコースの入り口からそう離れていない広場だった。だが周りを見渡しても落ちるような場所はなく、親父はそのまま再びハイキングコースへと戻った。それからわずか10分ほどで先行していた生徒と教師に合流した。親父が一番驚いたのは時間が20分ほどしか進んでいないことだった。登り始めたのがだいたい9時で、友人の腕時計を見たときは9時20分過ぎだったらしい。つまり登った1時間と出てくるまでの1時間が存在しないことになる。その後親父に特に異変はなく現在に至る。甘かった栗。うちの県境の山村は360度山に囲まれてるんで、子供の頃は遊び場はいつも山だった。小学生の時のある夕暮れ、悪さして親に怒られ、外に追い出されて玄関に鍵をかけられた。しばらく玄関で泣きながら謝ったんだけども、なかなか開けてくれないので、諦めて一人で山に入った。いつも遊んでいた大きな木の根元の穴で丸まって一晩を過ごした。すぐに眠くなってしまったので、夜中のことは何も知らない。でも、朝になって目が覚めたら、穴の入り口に栗が3個置いてあった。誰がくれたのかわからないけれど、お腹が空いていたので食べた。甘みがあってすごく美味しかった。食べ終わって家に戻ったら、親に心配かけたことをまた怒られた。うちの親と近所の人たちが一晩中近隣を探し回ったらしい。俺が遊び場にしていた木の穴も探したと言っていた。が、そこにはいなかったんだそうだ。俺、朝までそこで寝ていたはずなんだけどな。切らないで。森林組合で聞いた話。山で木を育てる過程で、木を間引くことを間伐という。間伐の対象となるのは、発育や形質が悪かったり、あるいは良い木の邪魔になるようなもので、大抵の場合、山主か山盛りが決める。間伐の前に山をめぐり、一本一本の形質や枝張りなどを見て、間引く木を見極め、マーキングしていく。ある山主が自分の山に入り、
間引く木にビニール紐を巻きつけた。翌日、作業員と共にマーキングした木を確認しに現場へ行くと、寄り添うように立っている2本の木が目についた。共に発育も形状も良く、伐採するには惜しい木ではあったが、このように接近している場合はどちらかを切らなければならない。ところがその2本の木にはどちらにもマーキングがなかった。さては紐を巻き忘れたのかと思い近づいてみると、2本のうち太い方の木の根元にぶち切れたビニール紐が落ちている。紐を拾い上げて木に巻きつけてみると、明らかに長さが足りない。こいつ、切られるのが嫌だからって一晩で太りやがったんだな。結局その木は山主からデビルマンと名付けられ、今に至るまで大切にされているそうだ。独演会。東京から車で2時間も走れば着くある山の中なんだけど、川魚の稚魚を漁協が放流している中で勝手に入れない綺麗な渓流があるんだよ。小さな滝もある。10坪くらいの砂地もある。絶景のロケーションなんだけど、林道に金網張って鍵をかけて、地元の青年団が結構厳重に管理してるの。ところがその青年団の副団長、俺の大学の同級生でさ、釣りはしない、ゴミは残らず持ち帰るってのを守ってさえくれれば、密漁者の監視代わりに自由に使っていいって言ってくれているんだよ。お言葉に甘えて、毎年気の置けない仲間で命の選択しに行ってるの、そこに。で、3年前だったか。俺の中学時代の友人 B を誘ってそこに行った時の話。B は高校を卒業すると音楽の道に進んだんだ。音楽って言ってもジャズね。しかもパーカッション。大変なのはわかってる。だけど奴は夢を叶えようと、20歳の頃、ニューヨークへ武者修行に出た。B はアルバイトをしながら、ニューヨークで20年も頑張ってたんだが、とうとうその道で食えるってところまではいかず、その年、日本に帰ってきた。女房子供の生活もあるし、心機一転日本でやり直す。諦めたって言葉は使わなかったが、さすがに寂しそうでさ。だから気分転換にと思って俺たちの渓流キャンプに誘ったんだよ。いつも参加している連中はもちろん慣れたもので、現地に着くとテント張ったり飯の支度したりと、それぞれテキパキ働き始めるんだけど、キャンプに慣れない B は最初は戸惑っていたようだった。それでも桃源郷も書くやっていう絶景を魚に、そのうち楽しそうに酒を飲み始めた。やがて日も落ち、縁も竹縄って頃、ひたすら飲んでた B はすっかり出来上がって、何を思ったか鍋やらコッヘルやらを機器として自分の周りに並べ始めた。最初は酔っ払って意味不明の行動を始めたのかと心配してたんだが、やがて奴は菜箸をスティック代わりに両手に握り、いきなり演奏会を始めた。
たかが空き缶やペコペコのコッヘルが B の手にかかると立派な打楽器に変身したことにみんなあっけに取られた。普通のやつがやると気に障るっていうかうるさいだけじゃん。あんなのとは別格。やはり伊達に20年も海外で修行したわけじゃないって感心したよ。 B に初めて会う仲間も何人かいたが、みんな惚れ惚れと演奏会を楽しんでた。演奏が始まって10分も経った頃かな、俺の隣にいた奴が、おい、俺たちの他に誰かいるぞと囁いた。俺はぎょっとして耳をそば立ててみた。確かに渓流の向こう岸で息遣いが聞こえるような気がする。演奏と水音が大きくて分かりにくいが、何かの気配は確かに感じられた。霊現象と結びつけるやつはいなかったけど、この場合獣の方が逆に怖い。 B 一人が相変わらず陶酔して独演会を続けていた。タヌキじゃないか、クマだったらどうする、襲ってくるかな。俺たちが青くなってひそひそ声で相談しているのに気がついたのか、B はスティック、かっこ菜箸を操るテンポを落とし、やがて演奏を終了した。その途端、一瞬なんだが確かに向こう岸で、わーって歓声が上がったんだ。若い女か子供が何人かで一斉に喜んだ声って感じかな。ほんの一瞬。その後気配は消え、渓流の水音しか聞こえなくなった。みんなの様子を見回すと、全員驚いた顔でお互いの様子を伺っている感じ。今の聞いた？うん、お前は？みたいな。拍手まで聞こえたぞって誰かが言った。その後しばらくみんな黙っちまってさ。でも耐えきれない恐怖。点じゃなくて、今のは何だったんだろうと、それぞれ考え込んでたんじゃないかな。やがて B が、なあ、今の何？と、震え声で俺に聞いた。俺は、わかんねえよ。としか答えられない。いや、マジで。そしたら、仲間内で一番山経験の豊富な男が、こんな風に説明してくれた。多分、今のは山の精霊の歓声だと思うな。B 君の演奏があまりにも素晴らしいんで、聞き惚れて出てきたんだと思う。君の音楽は山に歓迎されたんですよ。俺は、こいつキザなこと言うなぁ、と半ば呆れたが、納得もした。まあ、きっとそうなんだろうなと思った。多分みんなもそうだったと思う。そしたら、B が泣いちゃってさ。俺の音楽の腕を、山の神様が認めてくれたんだって。日本でも、アメリカでも認められなかった俺の腕を神様が認めてくれた。俺のプレイで山の神様が喜んでくれたって。笑いながら泣いてやんの。もしかすると狐とか狸が腹包みの勉強に来てた可能性もあるんだぜ。と軽口叩いてやったんだが、 B はそれでもいいって言うんだよ。山の精霊が自分の演奏で喜んでくれただけで満足だって。それから神様だか狸様だかわからない聴衆にも振る舞い酒を備えて、しみじみと飲み直すべってことにした。
B はずっとニコニコ顔で黙って酒の入ったシェラーカップを抱えていた。なんだか不思議と吹っ切れたような表情をしていた。帰りがけに金網の鍵を返すため、青年団副団長の家に寄った時に確かめたけれど、やはりあの晩、あの渓流にいたのは俺たちだけだった。B は昔の仲間の紹介で音楽系の出版社に就職して堅実な生活を始めた。青い目の奥さんも子供も大事にして幸せに暮らしてるよ。ただ、もう俺とはキャンプに行かないって言ってやがる。いや、例の体験が原因じゃなくて、二晩枕を並べてコリゴリしたんだとよ、俺のいびき。柿の木のせい。友人の話。幼い頃、山の中にある実家へ遊びに行った時のこと。祖父と一緒に庭で竹馬に挑戦していると、不意に背後で異音がした。べしゃり。振り向いてみたが、何も黒土の上には確認できなかった。気を取り直して竹馬に取り組み直したが、しばらくするとまた同じ音が聞こえた。何度も聞こえるとさすがに無視できなくなり、祖父に変な音がすると訴えた。ありゃあよく売れた柿が落ちる音だ。心配いらん。お前は聞いたことがないから知らんだろうが、わしには懐かしい音でな。祖父はあっさりとそう答えた。そして庭の一角を指し示す。ほら、あそこに切り株があるだろう。昔はでっかい柿の木が生えていたんだ。虫や病でボロボロになったんでな。何年か前に切り倒したんだよ。でもなぜかそれからも、柿の実が落ちる音だけは聞こえ続けてる。柿の季節でもないのに音がするところを見ると、柿も迷っているのかもな。迷ってるって？成仏できてないってことだ。耳がないからありがたいお経も届かんのかもしれん。成人した今でも時々べしゃりという音を聞くと彼は言っていた。山の神様。俺が体験した不思議な話。ちょっと長いけどごめん。母方の実家は山奥のでかい家なんだが、その家には今、祖父母と、おじ、おばと、いとこ、過去40近いおっさんが住んでいる。うちからはちょっと遠いこともあって、なかなか行きづらかったんだが、数十年ぶりに母と姉と姉の息子、過去5歳と一緒に遊びに行くことにした。祖父母の家に着いて翌日、真っ昼間から甥っ子が行方不明になった。近所の人まで借り出して捜索したのだが、とうとう日も暮れてきて、いよいよ警察に届けようというところで、玄関に気配を感じて見てみると、甥っ子がいる。隣にはどこかで見たことがあるような、甥っ子より少し大きいくらいの男の子。みんなに甥っ子が帰ってきたことを伝えると、
母は大泣き、姉は泣きながら怒っていた。そして気づくと男の子はいなくなっていた。俺はどうしてもあの子を見たことがあるような気がして気になって仕方なかった。おいっ子に詳しく聞くと、遊んでいるうちに裏の山に入ってしまい迷子になっていたそうだ。どうやって帰ってきたのか尋ねると、お兄ちゃんが連れてきてくれた、と。お兄ちゃんの話になると、急にテンションの上がったおいっ子曰く、蛇が出たけどお兄ちゃんがやっつけてくれた、らしい。さらに、お腹が空いたけどお兄ちゃんがちっちゃいイチゴをくれた、らしい。話を聞いていると、うちのじいちゃんと近所のじいさんばあさんが、そりゃ山の神様だ、と言い出した。最初は、ああ、助けてくれたんなら神様でいいや、みたいな感じで聞いていたんだが、じいさんたち曰く、山には昔から神様がいて、子供を守ってくれたり、山の生き物を守ってくれるらしい。子供の頃は一緒に遊んだりできるが、いつの間にか見えなくなって忘れてしまうんだそうだ。それで俺は思い出した。さっき玄関で見た男の子。俺はあの子と子供の頃に遊んだことがある。小学生の頃、遊びに来たじいちゃん家の裏山で一緒に虫を捕った子がいた。そいつはさすが地元の子供らしく、俺よりずっと虫がいる場所も虫の捕り方もうまかった。あの玄関にいた男の子は、あの時一緒に遊んだあの子にそっくりだ。まさかと思っていると、いとこがぼそっと言う。〇〇ちゃん、かっこいい。そのお兄ちゃんは、これくらいの背の高さで、これくらいの髪の長さで、女の子みたいな顔をしているお兄ちゃんか。その特徴は玄関にいたあの子と完全に一致した。いとこは、ああ、山の神さんだったんか。昔よ、一緒に遊んだな、と、感慨深そうに言った。俺はその時、20代前半で、いとことは一回り以上年が離れていた。なのに、いとこは俺と同じ男の子と遊んでいたことになる。そして、驚くことに、近所の人たち。過去、おいっ子の行方不明は結構大きな事件になってしまい、かなりのご近所さんが集まっていた。も、ああ、その子なら知ってる、と、かなりの人数が言い出した。うちのじいさんも見たことがあるらしく、うちの母も遊んだことがあるが、おば、過去、母の兄は見たこともないらしい。おいっ子の話では、近頃はこの辺りに子供がいなくなったから、遊び相手がいなくて寂しいというようなことを山の神様は言ってたそうだ。するといとこはいきなり窓を全開にして、山の神さん、子供がいないんなら大人と遊んだらいいが、俺があいつでも遊んだるが、と叫んだ。後でいとこに聞いた話では、いとこが小学生の時、川で溺れて死ぬところを山の神様に助けてもらったらしい。今でも俺は甥っ子と一緒に年に一度は母の実家に行くことにしているが、山の神様は元気に民家にも現れているらしい。特にいとことは仲が良く、前回遊びに行った時は、俺と一緒に飲もうと大事にしまってあった高い日本酒が、
封も開けていないのに三分の一も減っていたことに対して本気で切れていた。神さんが寂しくないように子供がたくさん欲しいな、といういとこは、めでたく40を超えて今も独身です。